こんにちは、平石紗衣子です。冬近じの今日この頃ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹、今回は本格的な冬の訪れを前に、インフルエンザなどの感染症予防について詳しくご紹介します。また10月19日に井の頭恩賜公園西園でにぎやかに行われた三鷹の森フェスティバル2014の模様も合わせてご紹介します。おなじみ清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに、インフルエンザなどの感染症予防についてです。空気が乾燥している冬はウイルスの活動が活発になり、インフルエンザなどの感染症が流行する時期です。こうしたことから、市では感染すると重症化することの多い高齢者を対象に、インフルエンザの予防接種を10月中旬から来年の1月末まで実施しています。本日は三鷹市総合保健センターの森保健師に、そもそもインフルエンザなどの感染症とはどんな病気なのか、またウイルスから身を守るための予防策や注意点などをいろいろとお聞きしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今年は例年に比べ冬の訪れが早い感じがしますが、市では冬場に流行することの多いインフルエンザの予防接種を特に高齢者を対象に奨励しているとのことですね。はい、インフルエンザはウイルスが原因の感染症の一つで、急な発熱や悪寒、体の痛み、そして鼻水や咳などの症状が現れます。はい、特に高齢者などは肺炎や気管支炎などの合併症を併発し、重症化することがありますので、特に気をつけてほしいと思います。はい、このことから市では65歳以上の高齢者を対象に、来年の1月31日まで費用の一部を助成し、2200円のご負担で予防接種を実施しています。予防接種を受ければインフルエンザにかかりにくくなり、たとえかかったとしても軽症で済みます。予防接種を打ってから免疫効果が出るまでに少なくとも2週間かかると言われています。ですので、流行を迎える前の今の時期に予防接種を受けていただくのが最も効果的かなと思っております。はい、市内および周囲の地域の協力医療機関で受けられますので、一人でも多くの方に接種していただきたいなと思っております。備えあれば憂いなしということですね。はい、ところでインフルエンザはウイルスによってうつる感染症の病気とのことですが、感染症というとこの他にもいろいろな病気があるようですね。そうですね、感染症とはウイルスや細菌が体内に入ることで発症する病気のことなんですが、はい、1歳未満の乳児が特にかかりやすく、かかると肺炎や細気管支炎などになる危険のある RS ウイルス感染症や、激しい嘔吐や下痢などの症状が特徴の感染性の胃腸炎のノロウイルス、あるいはマイコプラズマ肺炎など、インフルエンザ以外にもさまざまな感染症があります。はい、季節に関係なくいつでもかかる危険性のある病気もありますが、やはり冬場のこの空気が乾燥している時期にはウイルスが広がりやすいですので、特に注意していただきたいなと思っております。空気中には目に見えないウイルスがいろいろと飛び交っていると思うとちょっと怖い感じがしますが、はい、このウイルス予防のためには何といってもまずうがい手洗いをというふうによく言われていますよね。そうですね、ウイルスは病気にかかった人の咳やくしゃみなどの飛沫、あるいは吐砂物や便などに潜んでいて、これらが手などにつき、主に私たちの口から体の中に入ることで感染します。はい、逆に言えば体にウイルスがついていても体内に入らなければ感染しないということなんですね。ですので、外出の時や手や体にウイルスがついている状態の場合に体の中に入れないために手洗いうがい、これが最後の予防策になっています。はい、
うがいは喉についてしまったウイルスをそれ以上体の中に入れないために、喉を水で洗い流すということですし、手洗いはいろんなものや場所に触れた手についてしまったウイルスを洗い流す行為になります。いずれも比較的短時間でできますし、外から帰った時には面倒くさがらずにこまめに習慣化していただきたいなと思います。はい。また人に感染しないためには咳エチケットも大切です。マスクやティッシュで鼻や口を覆うなど、咳やくしゃみが直接人にかからないようなマナーが大事かなと思います。はい。ところで先ほどもお話ししたように、子どもが感染すると重症化することも多いですし、子どもはあちこち遊び回るだけで手にウイルスや細菌がついていることがとても多いです、そんなことで今回は子どもの手洗いの正しい方法についてご紹介したいなと思います。はい。モデルになっていただいたのが来年1年生になるいなるくんです。まず手を流水で濡らします。石鹸を適量取ってもらいます。はい。手のひらと手のひらを合わせてよく泡立てることが重要ですね。上手にできてますね。その次に手の甲をもう片方の手のひらで揉み洗う、指と指の関節を開いて洗うということがすごく大事です。丁寧に上手にできてますね。次に指を組んで両方の手の関節を揉み洗うことで、手を動かしながら洗うことでまんべんなく汚れが落ちると思います。次に指先をもう片方の手のひらで爪を立てるようにして洗っています。爪の間にも汚れはたくさん入ってますので、こういう洗い方がすごく大事です。最後に手首まで丁寧に洗ってますね。くる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 して手首まで十分洗うこともすごく大事ですね。で、流水でよくすすいでもらって泡をきちんと落とします。そしたら最後にきれいなタオルでよく水気を拭き取ることも大事です。すごく満足そうな顔してますね。上手にできました。上手。大人の私よりちゃんとできてるかも。そうですね、みなるくん上手でしたね。今回はお子さんがモデルでしたが、大人も手洗いの仕方は同じです。ただ大人ですと少し手が大きいので、もう少し丁寧に時間をかけて洗うことが必要かなとは思います。はい。こうした心がけでかなり感染症は予防できると思います。ですが万が一ということもなくはありません。ちょっといつもと体調が違うなと思ったら、早めの受診できちんと薬を出していただくことが感染症を重症化させないための秘訣です。きちんとお医者さんに見てもらうことも大切だと思います。はい。人混みに行かないのが一番いいんでしょうけれども、そういうわけにもいきませんからね。そうですね。はい。予防接種を含め賢く予防対策をということですね。はい。今日はどうも有意義なお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。冒頭でご紹介いたしました市のインフルエンザ予防接種は65歳以上の方が対象で、期間は1月31日まで、三鷹市内及び周辺市区の協力医療機関で受けられます。費用は2200円で、健康保険証を医療機関に提示し受けてください。詳しいお問い合わせは健康推進課へどうぞ。それでは次に、10月19日に井の頭恩賜公園西園で賑やかに行われた三鷹の森フェスティバル2014の模様をご覧いただきましょう。秋日和に恵まれた10月19日、三鷹市と福島県矢吹町との姉妹市長締結50周年のお祝いをも兼ねたイベント、三鷹の森フェスティバル2014が井の頭恩賜公園西園を会場に盛大に開催されました。ジブリ美術館の誕生を記念して始まった毎年恒例のこの音楽フェスティバル、
今回は注目のアーティスト森恵さんや堂島康平さんなどが特設ステージ狭しとキュートでパワフルなステージを繰り広げました。会場にはおなじみの模擬店に加え、今回も姉妹市長締結50周年を迎えた福島県矢吹町をはじめ、市の姉妹友好市長から届いたふるさとの香りあふれる物産品のショップも登場。たくさんの市民で大にぎわいでした。なおこの日は平成29年の井の頭恩賜公園開園100周年に向けたカウントダウンイベント井の頭100歳も同時開催されました。それでは最後に清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆さんこんにちは。三鷹市長の清原恵子です。読書の秋を迎えています。10月27日から11月9日までは読書週間です。そして今年は三鷹市立図書館が開館50周年を迎えていることから、10月31日、11月1日と図書館フェスタを開催しました。図書館サポーターの皆様による一箱古本市ですとか、視覚障害者の皆様に向けて音訳また対面朗読を体験する、そうしたプログラムも実施しました。さらにカフェのお店もありました。また今年の春から募集して中学生と高校生による三鷹図書館図書部の活動も注目されました。大好きな本を紹介し合うビブリオバトルの運営など、若い世代の参加も頼もしいものがあります。そしてこの50周年を迎えて、さらに先の50年に残したい本なども皆様からお寄せいただきました。さて図書館といえば、何よりも読書の楽しみ、そして知識を得ることの喜びを支える公共施設です。それとともに三鷹市の図書館の取り組みの中では、市民の皆様が読み聞かせに参加してくださったり、ストーリーテーリングに参加してくださったり、また地域の課題解決のために図書館を生かしてくださっていることも特徴です。また11月23日には昨年開館した三鷹市立南部図書館みんなみが1周年を迎えますが、公益財団法人アジア・アフリカ文化財団との共同でチベットの映画の上映会なども行われるなど、さらに地域に根付いた活動をしているのも特徴ですね。そしてこれからの公共図書館の在り方を考えるとき、知識の喜びを支える、知的好奇心を支えるだけではなくて、皆様が集い地域の課題を解決したり、また読書や本を通じたさまざまなつながり、絆を作っていく大切な場所であることも再確認したいと思います。読書の秋、三鷹市立図書館が50周年を迎えている秋、改めて皆様、三鷹の図書館を見直し、生かしていただければ幸いです。それではそれぞれの三鷹市立図書館でもまたお目にかかります。